それではですね、ウロ戦争こんだけ長く、続いてるのは何やろうかということで、まあいろいろ見ていきましたけどね、最近ちょっと宗教の対立、ウクライナの中の宗教対立について、まあ、戦後の処理も含めて、ちょっと考えてみたいなと、思ってますね。以前にもこれに2回ほど宗教の話はしてるんですけども、以前もそのモスクワ系の正教会とキエフ系の正教会の対立ということでね、この高橋先生の、ね、このブログを参照にして、まあね、もともとはその正教会シナゴーグというかユダヤに始まったパレスチナに始まった正教会がどんどん広がってというかキリストの上の教えが広まって、ローマの国境になるまでになったんやけど、ローマが東と西に分裂して、そして、西側は、キリスト教ね、ローマ法を頂点とするキリスト教の社会になったと。で、東側はそれぞれの国においてね、教会長、教皇長を決めて、そこが独自に支配する、ね、キリストの元々の原点の、ね、信仰ということで正教会、正しい教会と呼ばれるようになった、ね、いくつかの教会が、まあ、同じ対等の立場で、教会組織を形作るんで、まあ、東方正教会で誰が頂点というかその国々に、頂点の教皇があって、それがまた教皇の話し合いで作ると、ね、いうような教会になって、でもともとは、ね、コンスタンチノーブルがね、もともとの正教会の発展の地、そしてキエフに移ってモスクワに移って、今一番信者数が多いのがモスクワなんで、まあ、そこがね、大体は決めてるんですけども、今回のね、ウクライナとロシアの戦争で、キリル総主教っていうのがかなりね、プーチン寄りの発言をしてたんで、他の正教会からね、反発を食らったと。まあ、その前にもね、ウクライナ正教会っていうのはコンスタンチノーブルの、まあ、もうほとんど勢力はないんですね。トルコにあるからほとんど勢力はないんやけど、まあ伝統的にはね一番そこが頂点やと言われるコンスタンチノーブルから独立っていうのをキエフが勝ち取ってたんでね、まあ、その辺から対立してたんですけど、まあまあいろいろちょっとそれはねややこしい話になるんで、まあ、置いといてということで、まあ、東方と西方の教会があって、一つはローマ法を頂点とする、そしてもう一つは地方長の、ね、教会にしかあって、ね、教会長があって、そこが相談しながら運営を決めていくというような方式を取ってたと、東方は。でウクライナにおいてはやっぱりね、ウクライナもほぼ東方教会系、ということで、東方、ね、正教会が 72%、 そして東方天霊教会っていうのがこの 14%、 これが問題なんですけど、これまあギリシャカトリック教会とも言われてるけど、プロテスタントともカトリックとも違う、ね、天霊様式はロシアの正教会様式で、頂点というのはローマ法王と。いうような形で、ね、両方からね、正教会からお前どっちやねんって、天霊はやるのに長はローマ法王なんかと、でプロテスタントから言えば天霊をなんでロシア正教にすんねんって、カトリックと合わせんやっていうような形で、まあ、どちらからもね、迫害をされたりとか異端視されたりというような形で、まあ彼らは彼らで独自にまとまった教会があったと。ギリシャカトリック教会と。これはまあウクライナでは 14% ですからね、600万人ぐらい信徒がいてるということになってますんで、まあ一大勢力。リビウね、ポーランド、一時ね、ポーランドに占領されたリビウ地方で発展した教会、ということになってるんで、まあそこで、ね、分離独立したということ。でもまあ、天霊様式は正教法にのっとるんで、イコンを掲げた聖堂があるということですよね。でまあね、この8%から考えても9割近くはそういう天霊としては正教会の天霊、ね、イコンを掲げた、聖堂で神の声を聞くというようなね、教えを聞くというような
典礼をね、行ってたということになります。でもね、だん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 西側の方からはね、世俗化した典礼があって、まあギリシャカトリック教会なんかは、典礼は正教会でローマ法王なんで、徐々に西側に、蝕まれてった、世俗化したというような形にもなってます。でそしてそれがね、去年の12月にゼレンスキーがモスクワ系の正教会、まあこれは結構ね、キエフから発祥してっていうことで歴史の古い正教会が多いんですけども、ね、歴史の古い正教会で大臣が多いんやけども、そこをね、の土地を明け渡しを求めるというような形でね、迫害をし始めた。そしてね、今年はもうね、そういう迫害をし始めて、どん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 と、正教と、ね、特に、まあ、モスクワ系の正教会から言わしたら一番ね、そういう信仰心の厚い正教が迫害されているということになって、今年はその遺恨のある政党でね、ギリシャカトリック教会なんかマランカっていうような正月のね、こう、お祭りまで聖堂の中で、行われているような、感じになってきたと。ということで、まあこれはちょっとね、正教徒、正しい正教徒にとってはいかんやなというような話になってきたと、いうことです。まあこれちょっとね、今までの話の総合した年表ですけどね、キリスト教を国教にしたローマ帝国が東西に分裂して、千年にはね、相互破門ということで、東と西とはね、お互いがキリスト教やない、異端やということで破門をしたと。で、一つは西方教会っていうのは、まあ、後にはカトリックとプロテスタントに分裂したんやけども、ローマ教国教皇をね、頂点とする、カトリックに分かれたね、これ十世、東西の分裂ということですね、初代キリスト教会。で、その中で今度は1600年頃に東方天霊カトリック教会、これがギリシャカトリック教会ですね、正教会からも一部分かれて、こっちからも取り入れてという方でも、一応天霊は東方教会というような形でカトリック教会になったというような教会もあったと。で、先ほどのこれも図ですけど、ここら辺が一番多いんですよね。青がギリシャカトリック教会、そして、この赤がキエフですね、ちょうど真ん中。で、緑が両方と、キエフとモスクワ。で、この黄色がモスクワということで、90% くらいが、このカトリックっていうのは、このギリシャカトリックですからね、90% くらいがそういう典礼様式を遺恨のある制度で、やるというような形になってたんですけども、そういうような形で、ずっと宗教っていうのはかなりね、伝統を重んじるから敬虔な信者っていうのはあまり変わることはね、その宗派を変えることとかそういうことは望まないですよね。で、まあ先ほどのね、ギリシャカトリック教会は、まあとりあえずローマカトリック教会を頂点に仰ぐけども、しかし典礼様式なんかは正教徒にのっとるという、まあそのリビウ地方にね、根付いた、ね、宗教ということになって、ウクライナにも600万の信者がある。で、東方伝令教会とかキツキ会ユニエとか、ユニエトというように呼ばれて、まあ、どちらからもコウモリ視されたりというような教会が一つあったと。でも典礼は正教会ということだよね。その典礼の信仰の原点、東方の信仰の原点は何かというと、宗教儀式は声楽のみによって行われると。楽器の使用は禁止されていると。神に対する祈りの言葉、賛美の言葉があるから、その声楽という声という形で、伝えるのであって、歌詞を持たない器楽の音は具体的な祈りや賛美を発していないとみなされる、ね。楽器は使われない、基本的には使われないということですよね。そういうね、教会、イギリシャカトリック教会が、ウクライナの一つの勢力 14% あったと
ということですね。で、まあ、ソ連時代っていうのはそういう宗教時代がね、弾圧されてから教会も弾圧されて、ひっそりとリビウで続いていたということになりますね。1991年にそしてソ連が崩壊して、ね、クラフチュク、クチマ、ユシチェンコ、これは西洋寄りですね。で、ヤヌコビッチ、ね、になって、これがロシア寄りと言われている。亡命したんですよね。で、2014年、ここはマイダン革命が起こった後、ポロシェンコが大統領になって。で、その頃からポロシェンコは、マイダン革命の後、クリミアをね、ロシアに取られて。で、東部のドンバス地方も一部占領されたんでね、そういう対立激化を生んだっていう形で、宗教対立ということをね、生み出して。そして、そういうキエフを独立した、宗教として、モスクワから独立した宗教として認めさせようとして、そして、2018年やったかな、ね、2018年に、それをもうやっとね、今度は、認めさせたという形になりますよね。これはコンスタンチノープルの教会、もうトルコにあって勢力はないんやけども、まあ、威厳はあったというところに認めさせたというような形で、2015年からカトリックその正教会の世俗化なんかを目指して楽器が使われだしたような映像も出てきたと。で、2019年にはゼレンスキーが就任した。こいつはね、もともとはね、東部の支持を得るために、ドンバス地方の問題も平和的に解決したいとかって言って選ばれた大統領になったけど、当選した後はどんどんと、ポロシェンコより過激になって、今、ね、戦争を続けている。そして、宗教もね、ロシアの宗教団体の土地を召し上げると。いうような形でどんどん宗教対立もね、ポロシェンコ以上に過激に煽っているということになります、ね。だからカラーはマイダン革命によってウクライナでは、宗教っていうのがね、ポロシェンコ以来戦争の具として使われるようになったけど、ね、最近では2020年ウクライナのギリシャカトリック教会マリアの精神センターザルバーニアというところで一挙も掲げた政党で、このマランカでしたっけね、正月の祭りが行われるほどになったと、ね、そして行われるようになってそれをね流したけど、それはギリシャ正教会やということになるね、これはもう偽情報やということになったけど、聖堂で行われた、今まではね屋外で行われたこの祭りが聖堂で行われたことが一番問題やったけど、その辺をね、また嘘を暴いたのも YouTube で載せてますからね、見てもらったらと。そしてね、ここはね、正教徒っていうのがね、かなり、ウクライナの国民にとって、その正教会の迫害、土地の召し上げっていうのが、かなりのね、精神的な問題になって、ここら辺、正教会ウクライナで調べてもらったらいいけども、こういう形で、ね、どんどん正教会にか、ね、行く人間をあざけられたりとか、ね、こういうのがゼレンスキーの対立の中で生み出された、ね、宗教対立ですわ、ね、宗教対立、いろいろこういうのがありますけどもね、ここもね、ロシアがやったんじゃないって、火を教会に火をつけたロシアがやったんじゃないというようなね、ものもあるし、ね、ウクライナの宗教対立でどんどん民衆がね、自分の信仰する宗教をね、こういう対立に煽られてるというような形にね、今なってます。でも戦場に苦戦し、тільки на початку війни одні банчени прийняли біля 5000 біженців і というような話になってるということになりますよね。で、こういう軟禁になったね、街頭インタビューすると頭を打ち抜かれるべきだというような形ね、こういう形でね、
宗教対立がねどん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 ね、いうことで、ウクライナはこれはね子供さんに神父さんに会いたい。こういう形で国内での宗教対立をね、どんどんとね、今ゼレンスキーがね、激化させてるということになってるんで、これってね、無数の破壊とか今見ていただいたような、形ですけどね、今までの天礼聖書会の天礼に基づいた対立っていうのを、アゾフや過激な愛国主義者がね、無視し始めたと。これも敬虔なね、信者にとっては苦痛以外の何者でもないし、これって国土の荒廃もあるけども、こういうね心の荒廃、心の対立っていうのは終戦後にもね修復しがたいものになるんやないかと思われますんで、この宗教対立っていうのも一つのねウクライナの、ね、対立として、今から見ていって、ゼレンスキーはどんだけねそのウクライナ国民の対立を煽ってるかということね。まあそれだけね徐々に徐々に対立が煽ってるってことは、結構ねウクライナが押されてるんじゃないかと思います。日本も敗戦間際っていうと広告日本神風が吹くとか言ったけど、最終的にはね神風も何も吹かずにね、負けるべきして、資源のない日本は連合国に負けてしまったということですから。じゃあ次。